今日2例目のフィーザー西洋脂肪肝細胞注入法ですね。で、今ストーン周りにベイザー波を照射しています。で、このベイザー波を照射することで、脂肪細胞のみを集めていくことです。神経血管結合組織は温存したまま、脂肪細胞のみがプランプランになって、でそれを、回収していくというのがこの治療です。このですね、ベイザー併用脂肪肝細胞注入包鏡専用の、吸引キット、これを用いてこのように、通常の脂肪菌と同様に脂肪採取を可能です。そうすることによりより滑らかな脂肪採取が可能ですね。ちなみに、このベイザー専用の吸引管ベント X というのは歯が全くついておらず、遊離した脂肪細胞のみを無理なく吸引してくれます。